リスク。リスクとは戦略ボードゲームであるパーカーブラザーズによって発売された。フランスの映画監督アルベル・ラモリスが考案したもので、最初の版は1957年に世界征服という名前でフランスで発売された。リスクは二人から六人のプレイヤーで遊ぶターン性のゲームで、 ナポレオン時代の政治区分を模して表現された世界地図上でプレイする。この地図は四十二の領土に分かれており、それぞれは六つの大陸に所属している。プレイヤーは軍隊を指揮し、他のプレイヤーから領地を奪うようにする。目的は、すべての領土を奪い取る。つまり、世界征服であり、他のプレイヤーの駒を盤上からなくすことである。リスクでは、軍隊の移動の際、 現実にありそうな制限、例えば世界の大きさや戦役に伴う補給の必要性などは無視する。このゲームには6セットの軍隊が入っており、それぞれ別の色となっている。それぞれの軍隊は3種類のコマで構成される。不評コマは軍隊1単位を意味し、騎兵コマは5単位を意味し、砲兵コマは10単位を意味する。これらのコマはそれぞれの形状に 特別な意味が込められているわけではなく、単純に軍の大きさを表したものである。したがって、プレイ中にあるプレイヤーのコマが不足した場合、間違えにくい範囲で、他の色のコマを使ってもいいし、もしくは何か他の小物などを用いて、軍隊数を示しても構わない。コマの他に、通常のリスクには5つのサイコロが入っている。このうち2つは、防御側が、残り3つは、 攻撃側が使う、よう、それぞれ違う色で構成されている。その他に、全部で72枚のリスクカードが入っている。通常のゲームに使われるのはこのうち44枚で、そのうち42枚には、閣僚土が描かれており、それに加えて、不評、騎兵、砲兵のシンボルが描かれている。 各プレイヤーのターン終了後、もし一つでも新しく領土征服に成功したら、リスクカードを1枚でに入れる。二つ以上の領土を征服できても、もらえるカードは1枚を超えることはない。一つの同じシンボルを3枚でに入れるか、それぞれのシンボルを1枚ずつ手に入れれば、プレイヤーはそれらを自分のターンの初めに交換し、軍隊の増援を行うことができる。これらのカードは、 ゲーム開始時にも用いられる。他にリスクカードにはワイルドカードが2枚入っており、これには不評、騎兵、砲兵のすべてのシンボルが描かれている。これは増援の際にどのシンボルのカードとしても用いることができる。さらに28枚の指令カードが含まれているが、これらは秘密指令リスクにおいてのみ使われる。最初の版ではコマは木製で、 立方体が一単位の軍隊を意味し、星型に組み合わされた三角柱が十単位の軍隊を意味していたが、後の版ではコスト削減のためにこれらはプラスチック製となった。1980年代にそれらはローマ数字の1、3、5、10の形状のコマとなった。1993年版では不評、騎兵、砲兵を表すコマとなったが、これは プラスチック製だった。40周年記念コレクターズ版は同様の構成だが、コマは金属製となった。加えて、版から東アフリカと中東を結ぶ線が削除されたが、これは後に製造ミスであることが分かった。その後の版では、コマはプラスチック製に戻り、なくなった線も復活した。ヨーロッパ版にはたびたび秘密指令リスクのためのカードが同梱されることがあったが、 アメリカ版では1993年になるまで同梱されなかった。リスクを遊ぶ際の準備は他のゲームと比べて若干多い。各プレイヤーはまず軍隊のコマを初期展開のために用意する。コマ数はプレイヤー人数によって異なっており、2人ゲームでは40単位ずつ、3人ゲームでは35単位ずつ、4人ゲームでは30単位ずつ、5人ゲームでは25単位ずつ。 6人ゲームでは20単位ずつとなる。サイコロを振って最初にコマを置くプレイヤーを決める。次に、プレイヤーは時計回りに1単位ずつ、まだ占領されていない領土にコマを置いていき、すべての領土が誰かに占領されるまで、これを続ける。その後、残りのコマを時計回りに各プレイヤー一つずつ、自分の領土が戦略的に強くなるよう置いていき。 すべてのコマが置かれるまで続ける。すべてのコマが置かれたら、ゲーム本編の開始であり、もう一度サイコロを振って、プレイ順を決める。もしくは、簡単にゲームを始めるために、ワイルドカードを除いた、リスクカードを配って、そこに描いてある領土に各自コマを置く方法もある。この場合は、配られた各領土には、各自必ず一つコマを置き、残りのコマは、 軍備増強として各自好きなように置く。こちらのルールは当初リスクが発売された時に同梱されたルールでもある。各プレイヤーのターン始めに、プレイヤーは自分の領土の増えを行う。プレイヤーは自分の支配している領土の数に応じて、自分の支配している大陸の価値に応じて、自分が持っているリスクカードのセットの価値に応じて、援軍を受け取る。 領土数に応じた分は、支配している、領土数の1、3となっているが、少なくとも3単位の軍隊は受け取れる。アジア全域を支配していれば、これに加えて7単位の軍隊をもらえる。同様に、北アメリカとヨーロッパでは5単位、アフリカでは3単位、オーストラリアと南アメリカでは2単位がもらえる。支配している領土に応じた、増援の他に、プレイヤーは、 ディスクカードのセットを用いて増援が行える。攻撃フェーズでもしプレイヤーが一つでも新たに占領を行った場合、ディスクカードを一枚もらえる。このディスクカードには42の地区のうち一つと、不評、騎兵、砲兵のどれかの絵が描かれている。他にワイルドカードが2枚あり、不評、騎兵、砲兵すべての絵が描かれているが、ロードの図は描かれていない。ワイルドカードは、不評、 騎兵、砲兵の好きなどれかのカードとして扱い、セットを完成することに使える。セットとは、同じ兵のカード3枚、もしくはそれぞれのカード1枚ずつ3枚である。リスクカードによって増援される単位は、最初の増援では4単位、次は6単位、その次は8単位、次が10単位、以降15単位、20単位、25単位と、セットをプレイするごとに増加する。さらに、 カードをプレイした際にそのカードに描かれている領土を支配している場合、2単位の増援がその領土に行われる。増援を配置したら、プレイヤーは領土を手に入れ、リスクカードをもらうために攻撃することができる。攻撃は隣接している領土にのみ行うことができる。攻撃の結果はダイスを振ることで行う。各ロールは個々の攻撃として扱われる。 攻撃するプレイヤーは好きな領土を何度でも攻撃することができる。攻撃する側が相手の持っている最後の領土を占領した場合、それは相手プレイヤーの幸福を意味し、攻撃した側は相手の持っているすべてのリスクカードを手に入れる。この際にカードが5枚以上になった場合、4枚以下になるように、その時点で増援を行う。攻撃が成功して、 守備側のすべての軍隊を倒した場合、攻撃側は攻撃した領土から占領する領土へ、軍隊を移動する必要がある。移動する最低の数はサイコロを振った数で、元の領土に一単位でも駒が残っていればいくつでも移動して構わない。そのため、もしある領土に三単位の駒があった場合、ここから攻撃に出られる数は最大2となる。 守備側のプレイヤーはその領土にあるコマの数の範囲で最大2個までのサイコロを振る。そのため一つしかコマがない領土はそれ以上コマがある領土より防御において弱いことになる。攻撃では攻撃側、守備側が使う軍隊の数だけサイコロを振る。攻撃側は攻撃に出したコマの数に合わせてサイコロを一つ、二つもしくは三つ振る。 守備側は守る領土に置かれている駒の数を超えない範囲でサイコロを一つもしくは二つ振る。サイコロを振る数はお互いがサイコロを振る前に決め、サイコロは攻撃側、守備側が同時に振る。出た目のうち攻撃側のサイコロの目の一番大きいものを守備側の目の一番大きいものと比較する。もし双方のプレイヤーが二つ以上のサイコロを振った場合、 攻撃側の二番目に大きい目のものを、守備側のもう一つのサイコロと比較する。サイコロを振る数が双方で違った場合、比較に使わなかったサイコロは無視する。個々の比較において、攻撃側のサイコロの目が、守備側より大きかった場合、守備側はコマを失う。しかし、攻撃側のサイコロの目が、守備側と同じ、もしくは守備側より小さかった場合、攻撃側がコマを失う。 これは1対1の戦いなら守備側が有利だが攻撃側は数の有利を得られるということを意味する。実際に領土を占領するのに用いた攻撃側、守備側の数とその確率との関連はマルコフ連鎖を用いた研究がなされている。攻撃をすべて終えたらプレイヤーは軍隊駒を一回だけ一つの領土から隣接する他の一つの領土へと 自分の占領した領土間で移動させることができる。ただし、各領土には少なくとも一単位のコマを置いておく必要がある。もし一つでも新しく領土を占領したら、プレイヤーは山札から一枚リスクカードを引くことができる。このカードは同時に5枚を超えて持つことができない。これは、プレイヤーがカードを5枚持てば必ず3枚セットを作ることができるためである。 カードを5枚持った場合、そのプレイヤーは自分の次のターン冒頭で3枚セットを公開し、増援を行わなければならない。カードを引いたら、時計回りで次のプレイヤーがプレイを行う。二人ゲーム用のルールは、アメリカ・ペンシルベニア州フィラデルフィアのマイケル・レヴィンによって開発された。そして、このルールは1975年以降、公式ルールに含まれることになった。また、 近年では別の形での二人ゲーム用ルールが採用されている。この二人ゲームルールは基本的には普通のリスクと同じルールで行われる。各プレイヤーは40単位のコマを持ち、交互に一つずつ、まだ占領されていない領土を両者14個ずつ占領するまで置く。残ったコマは各人がすでに置いた14のマスに置いていく。コマの置かれなかった十四のマスは、 中立地帯である、とみなす。これらの軍隊は二人が選んだのとは別の色で、表現し、各領土ごとに同盟軍を2単位、計28単位が占領されていない領土に置かれることになる。各プレイヤーは通常のルールでゲームを始める。ターンの開始時に追加されるコマ数を数え、総数の半分を同盟軍としている。例えばコマ数が9単位なら、 同盟軍の数は4単位となる。各人は自分の駒をルールに従っておき、攻撃が終わらせた直後に相手プレイヤーが同盟軍の占領地に駒を置く。各プレイヤーは通常のルールで攻撃を行う。プレイヤーは相手プレイヤーか同盟軍を攻撃できる。もし同盟軍を攻撃する場合、相手プレイヤーが守備のためのサイコロを振ることになる。 同盟軍が置かれた直後には、同盟軍を置いたプレイヤーが、相手プレイヤーを同盟軍で攻めても構わない。もちろん、それらをすぐに使う必要はなく、使わない場合はその領土に蓄積されることにいる。そして、この時点で、同盟軍を使わなかった場合、もう一方のプレイヤーは置かれた駒を同盟軍として使っても構わない。同盟軍を使う際は、自分の領土を攻撃してはいけない。 同盟軍はリスクカードを手に入れることはなく、上記に書かれた方法のみによって軍の増援を行う。同盟軍の攻撃を終えていいと相手プレイヤーが判断したらプレイヤーは自軍の防備を行う。同盟軍は防備のための移動は行わない。ゲームはどちらかのプレイヤーがすべての領土を失うまで行う。同盟軍が領土を失ったら同盟軍についての行動は 以後行わず、通常のルールに従って、プレイを行う。42枚の領土が書かれた、リスクカードを3つに分け、そのうち2つを、各プレイヤーの初期領土とし、各領土に1つずつ、自分の駒を置く。残りの領土が、中立地帯で、中立軍を、各領土に1駒ずつ置く。残りの駒は、自分の駒を二つと、中立軍の駒を一つ持ち、自分の駒を、 自分の領土に好きなように配置し、中立軍の駒を中立地帯に好きなように置いたら、相手も同様に行うようにして、交互に配置していく。攻撃する際は、相手の領土を攻めてもいいし、中立地帯を攻めても構わない。中立地帯を攻める際は、中立軍のサイコロは、相手プレイヤーが振る。中立軍からの攻撃はなく、増援も防備のための移動も行わない。 ゲームはどちらかのプレイヤーがすべての領土を失うまで行う。中立軍が領土を失ったら同盟軍についての行動は以後行わず通常のルールに従ってプレイを行う。公式のルールブックには基本ルール用に三つのちょっとした戦略が書かれている。ルールブックに書かれた戦略以外にもいくつか使える戦略がある。これらの多くは防備に関わるものである。 例えば、オーストラリア近辺は、接している国が一つだけとなり、守備よく防備を行えるため、序盤に支配を試みるのに適している。また、一般に、他のプレイヤーが攻撃できるポイントが、より少ない大陸は、より防御しやすい。逆に、危険ではあるが野心に満ちた戦略として、北、アメリカを守るという戦略もある。攻撃される地点は三つあるが、 その代わりに五単位というかなり大きいボーナスを得られからだ。通常は小さくまとめて領土を保持するのが守るのも攻めるのも楽であるため適している。世界全体に領土を広げるのにはリスクがある。それは領土を広げれば守るべき前線も増え、軍隊が分散して急減するからである。また、地理学も戦略に大きな役割を果たす。 例えば、オーストラリアは守るのには良いが、南アメリカは攻めるのに適している。オーストラリアは接した国境が少ないため簡単に守ることができるが、その接した国境から攻める先は維持するのが最も難しいアジアであるからだ。逆に、南アメリカはオーストラリアと同じボーナスなのに国境が2つあるため、守るのは若干難しいが、接している北アメリカとアフリカは、 アジアに比べれば守りやすく獲得しやすい面があると言える。リスクカードもまた戦略的には重要である。一般的には誰かがなるべくたくさんの援軍を得るためにリスクカードを保持するべきと思われている。確かに序盤での軍の大きさは大きな違いを生むので、これはゲーム序盤には有効である。領土の少ないプレイヤーがたくさんのリスクカードを持っている際、 このカードを奪うためにそのプレイヤーを攻撃するのも有効である。リスクカードを全て手に入れた時に自分の手元に5枚以上のカードがある場合、その場で増援が行えるからである。他の基礎的な戦略としては、ロードを最大限支配することだ。これはゲームの展開が行き詰まっている時や、誰も大陸支配に成功していない時に特に有効になる。なぜなら、 領土を多く支配すれば、増援はより多く手に入るため、最も多く支配していることが優位となるからだ。また、難所を支配するのも国を守り、他が攻めるのを邪魔するために有効である。例えば、アイスランドを支配しておけば、北、アメリカに攻め込む前にまず通らなければならないし、その上、アイスランドが自分に支配されているため、他の人は、 ヨーロッパ大陸の支配ができないのだ。他には南アメリカを守るために北アフリカを支配したり、オーストラリアを守るためにシャムを支配したり、カムチャッカを守ることで北アメリカの西の守りとすることができる。良い戦略としては南北アメリカを統一して支配することだ。こうすれば北アメリカと南アメリカの間の守りは不要になり攻撃される場所は グリーンランド、ブラジル、アラスカとなる。さらにアイスランド、北、アフリカ、カムチャッカを支配できれば、アメリカへの侵攻を遅らせることができる。攻撃側は最大3個のサイコロを使えるが、守備側は最大2個のサイコロしか使えない。サイコロは振った目の大きいもの同士で比較するために、より多くのサイコロを振った方が有利である。以下の表は、攻撃側、 守備側が用いるサイコロの数と、その結果の確率分布を示したものである。以下は、プレイヤーが1から5枚のカードを持っている際にセットを作れる確率を示した表である。以下の計算では、ワイルドカードの存在を無視し、残りカード枚数は十分に多いものと仮定ている。そのため、もし、これらの要素を含めて計算すれば、セットを作れる確率は、 若干上がるはずである。ワイルドカードは単純にどれかのカードとして代用できるが、もしワイルドカードを持っていれば他に2枚何のカードがあってもセットを作ることができるということでもある。何年にもわたってパーカーブラザーズとハズブロは異なった形のルールも出版してきた。最も新しいルールブックには通常ルールの他に3つのバリエーションが記載されている。 普通に2名で遊んだ場合、3人以上でのプレイよりつまらない場合が多いため、2人プレイディスクでは、いくつかの領土に中立部隊を置くことで、3人プレイ時に似た緊張感と楽しさを加えている。2人プレイゲームでは、ディスクカードを用いて最初の占領地を決定する。ラモリスの最初の版では多人数プレイの際にもこのルールが採用されていた。例えば、 もし、ペルーが描かれたリスクカードが配られたら、そのプレイヤーはペルーを領土とするということだ。キャピタルリスクは、通常ルールを短縮して遊びたい時に推奨されている。各プレイヤーは、首都を、初期領土の中から一つ決めて公開する。そして、他の全プレイヤーの首都を征服したプレイヤーを勝者とする。秘密指令リスクは、 数十年もの間ヨーロッパ版では通常をルールとして扱われていた。これは全世界征服よりは小さめの特別な勝利条件を各プレイヤーに与え、これを最初に達成したものを勝者とするものである。指令にはいろいろなものがあり、例えばアジアと南アメリカをすべて占領せよのような二つの大陸を征服させるものや、 例えば、青のプレイヤーを倒せのような特定のプレイヤーを倒させるもや、24の領土を占領せよのようなものや、18の領土を各2単位ずつの部隊で占領せよのようなものがある。プレイヤーは、この指令を各自秘密にしてプレイし、最初に自分の指令を達成したプレイヤーが、勝利宣言の際に、これを公開する。公式ルールブックでは、リスク上級者のために、 ゲームルールの調整を提示している。これらはいじることで、プレイヤーの振る舞いが変化する。例えば以下のようなものがある。これら公式のバリエーションに加えて、コンピュータ版やインターネット版では、多くの違ったルールがあり、ゲームサークルでは、ローカルルールや、大会用に修正したルールを使うこともある。リスクのゲーム版は、以下の通り、大陸名とそれに属する領土も一覧にした。 各大陸名、領土名等はリスク上のものであるがリンク先はリスクのゲーム外で一般に使われるものにリンクしてある。リスクでの領土等の名称と実際の地名の定義とは必ずしも一致しない。北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、アジア、 オーストラリアに詳細がある。1959年発売開始から長い年月を経て、オリジナルバージョンや40周年版の金属コマに加えて様々なアレンジでリスクが公式発売されている。最近はハズブロ参加になってからは人気映画をもとに作ったリスクが発売されてきている。最近出たのはトランスフォーマー版リスクで、これは2007年6月に発売された。 出たのが古い順に並べると以下のようなバリエーションがある。パソコン用、家庭用ゲーム機用のリスクは様々な機種向けに発売されてきた。まずは1988年にコモドール64用のものが発売され、1989年に Mac 版のものが発売された。その後 PC 用、アミーガ用、ジェネシス用、プレイステーション用、プレイステーション2用、 ゲームボーイアドバンス用が発売されている。1996年にハスブローインタラクティブ社はウルトマイタースクと名付けられた新しいバージョンのリスクを含んだ PC 版リスクを発売した。これはサイコロを使わず、その代わりに基地、将軍、また複合的な戦闘戦略を含んだものである。は PC 用、Mac 用として2000年に発売された。この他に、 非公式のリスククローンが数多く作成され、これらの多くはネット対戦に対応している。リスクの戦略的征服ゲームとしての発展的影響は大衆文化にも多く反映された。個々に掲出するには多すぎるが、ボードゲームリスクは様々な歌、映画、テレビドラマに登場している。おそらくその中で最も特筆すべきものは、シットコムシリーズの隣のサインフェルド、 そして、ロストである。宇宙船、レッドドア符号の登場人物であるは熱心な、リスク強という設定で、リスク対戦日記をつけ、同乗者に1ターン1ターン再現するのを好んでいる。REM は、の中で、リスクを含む人気ゲームについて歌っている。コメディアンのは、もし、アドルフ・ヒトラーが、子供の頃にリスクを遊んでいたら、絶対に、東部戦線は展開しなかったはずだ。 と語っている。アニメシリーズのでは、4人の主要キャラクターが1エピソード、通してリスクを遊ぶものがある。スイートライフの中には、ザックと彼の友達が全世界征服というリスクを模したゲームを遊ぶエピソードがある。2008年4月のでは、リスクの完全に完全に新しいゲーム版が、政治や環境の変化が技術、国の面積、国境、 国名などに影響した未来の世界を示した形で再作成された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。